どうもこんばんは、やっちゃんねるです。先ほど仕事帰りにですね、駅前の、駅ビルに寄ったらですね、サンマが売ってたので、買ってきちゃいました。なので今日はサンマで料理を作りたいと思います。まずサンマなんですけども、駅ビルの中の魚屋さんで買ってきました。最小単位が4匹からということで、4匹590円、ちょっと高いですけど、今年高いみたいなんで仕方ないですね。でいつも あのスーパーで、豆腐お決まりの塩辛、すぐねなくなっちゃうんですよ。あの塩辛ばっかり食べてるんでビアルですね、ビアル。このね黒が美味しくて、最近結構これ飲むな。でもう一個種類があって、少しこうライトな香るクラフト、ライトな感じ、フルーティーな感じのやつですね。これ買ってきました。でけえな、サンマ。ちょっとこれ斜めにしないと入んないかもしれない。お。お。やべ、ちょっと待って、やばいぞ。そうそう、いいかもしれない。おお、めちゃめちゃうまそうじゃない。おお、すげえいい色じゃん。そんなでけえ、そんなでかすぎて乗らねえつ、さらにどうするこれ。今日の夕食完成です。サンマがねでかすぎて皿に乗らないんで、一応2つに分けてみたんですけど、それでもねでかいですねこれね。ご飯炊けるまでこれでつまみで飲もうと思います。
完食しました。ちょっとね、魚の食べ方っていうか汚いんですけども美味しかったです。やばい。